内野心に8月6日没年不明は日本の海軍軍人。太平洋戦争中に第二次世界独占水管作戦を完遂した以後第八潜水艦長である。最終階級は海軍大佐。鹿児島県出身。鹿児島に中を経て海軍兵学校49期を卒業。後続2名を除いた席次は174名中29番。同期に 原ため市、長沢博、鹿岡園大蘭などがいる。1922年5月海軍将尉に任官した。中尉時代に号艦の旅合潜水艦に上艦し、単位進級。水雷学校高等会進み、さらに同専攻科を卒業。移合潜水艦水雷長、潜水学校教官を務め、1933年11月、詳細進級。 以後潜水学校講習学生を挟み五艦の潜水艦長歴任。艦は、ロゴ第27潜水艦、以後第24潜水艦、以後第65潜水艦、以後第5潜水艦、以後第68潜水艦である。知床副長を経て、再度の潜水学校教官として勤務中、太平洋戦争の開戦を迎えた。この教官時代は、 潜水艦長の大量育成が行われた時期で、通常年1期の学生を3期卒業させている。内野が、以後第8潜水艦長に就任したのは1942年7月のことで、ガダルカナルの戦いに参戦し、同島への輸送作戦に従事。撤退作戦では、陽動行動を取った。大佐進休が目前となり、 小中佐の配置である潜水艦長の任を離れる時期が近づいていたが、以後第8潜水艦長として、第2次艦独潜水艦作戦を命じられる。人事局は転任を考えていたが、軍令部で潜水艦作戦を担当していた井浦章二郎は、内野の留任を働きかけ内野は在職のままとなり、作戦中に大佐に進級している。大佐の潜水艦長は、 日本海軍で最初の事例であり、現職の潜水艦長としては最古参となった。なおこの作戦に参加することは、内野の希望でもあった。作戦終了後、第11潜水戦隊参謀に転じ、潜水学校教官、5潜水戦隊参謀を経て、高了12隻からなる小豆島突撃隊の指令を、務め終戦を迎えた。ブレストに入港直後の伊八戦と、 上院環境右端に内野艦長第二次使い独潜水艦作戦は独相党アドルフ・ヒトラーの希望により実施に至った。ヒトラーはインド洋での連合国通商破壊戦の強化を望み、ドイツ潜水艦2隻の無償上等を申し入れる。1隻は独海軍上院により日本に開港された。しかし1隻は日本海軍によって開港することを望み、 以後第8潜水艦はその乗員予定者等を約60名を乗せて毒に向かったのである。また、機密兵器の交換、戦略物資の輸送、在欧人員の交代などの目的があった。この作戦には難しい条件があった。独潜水艦を相手に対戦戦闘を重ねている連合国海軍、空軍の警戒を突破するために必須の電探装備と 洋上での燃料補給、独海軍との会動である。日本の電炭開発は遅れていたが、クレ海軍交渉電機部は懸命の努力で、潜水艦用電炭を装備、艦首を付き合わせる方法での潜水艦から、潜水艦への燃料補給など課題を克服し、クレ軍港を出港したのは1943年6月1日である。移住潜水艦との3回の洋上補給に成功し、 希望峰に向かうが、英軍の紹介が厳しく大きく迂回した航路を取る。希望峰の南は、交点が続く海域であり、艦は損傷を受けつつも大西洋に到達した。7月21日に、独駐在部艦からの無線連絡を受信し、独潜水艦との会合に向かう。長期間の陸地を見ない単独航海で、召喚同士の会合が果たせるか懸念があったが、 独海軍は周到な配慮を示し、8月2日に会合を果たす。ここで毒性レーダーを装着するが、極めて優秀な性能であった。内野は、これがなかったら、大西洋を乗り切ることは不可能であったと語っている。独空軍は、囲碁第8潜水艦が危険地帯を突破するに際し、連合国哨戒部隊を攻撃する援護行動をとった。8月30日、 二度目の独海軍との会動に成功。水上部隊、航空部隊の護衛を受けて、ブレスト軍港に入港し、安倍勝を、藤村義和ら日本海軍部官、独海軍大将らの出迎えを受け、独国の歓迎を受けた。日独で交換された兵器は、日本側提供の酸素魚雷、潜水艦自動検討装置、潜水艦無機砲発射艦、最新式水上偵察機など、 独側提供が電波探知機、航空機用、機銃、2 0ミリ4連装対空機銃、高速魚雷艇用、エンジン、無線関係兵器である。内アら幹部はベルリンやパリを訪問し、上院一同とパリ郊外で休養を取った。ベルリン滞在中に、日独位三国軍事同盟の一角である一国の降伏を迎えている。訓練や、帰路の準備を行い10月5日。 以後第8潜水艦は日本への帰路へ着く。郊外では欧州に泊まり続ける日本人が引き船に乗り軍艦行進曲を歌いながら見送った。連合国の警戒は厳しく航空攻撃を受けるなど危険な場面もあったが12月5日、シンガポールに到着。ここで第3次使い毒作戦に向かった E34 潜水艦が撃沈されたことを知る。内野は 第四次作戦に向かう E29 潜水艦の木梨隆一艦長に会い、レーダー装置を譲っている。12月21日クレ軍港に帰着。204日3万5千海里回りの航海であった。以後第八潜水艦が送り届けた独潜水艦開港要員は、訓練終了後1944年3月30日に、両501千に乗り組み、キール軍港を出港したが、 5月6日以降連絡を経つ。同艦はベルで三崎諸島付近で米海軍の護衛空母防具によって撃沈された。両500船は1943年8月7日野村の奥にを伴い日本に到着。同艦は兵器が日本製のものと適合せず研究用とされた。5時にわたって行われた県独潜水艦作戦は往路で2隻。 袋で2隻が撃沈倒され、以後第8潜水艦が唯一の成功となった。以後第8潜水艦通信長は、戦後、内野は周到な準備と航路選択を行い、冷静、慎重な行動であったと回想し、井浦は、この成功は内野の力量に待つところが大きいと述べている。ABC、艦長たちの太平洋戦争、強運の人、ハット ABC、 潜水艦隊 P228 異号潜水艦砲機 I8 戦砲王アルバム改装の日本海軍 P162 異号潜水艦砲機 PP 36から37異号潜水艦砲機 PP 303から304ありがとうございます